俺今日寝れるぞ、ちなみに。12時に寝るから。ほら。こういうこと。なるほど。分かってくれるやついたか。今のでもう会話しようぜ。なんかさ、喋ってるとさ、無駄じゃん。やっぱ喉の。エネルギー使うじゃん。一人でしかもさ、パソコンの前で喋ってるってことはさ、一人カラオケずっとやってるようなもんだから、手で会話するわ、今度から。くだらねえし。人間嫌いだし。ゴルゴ松本みてえにさ、朝からずーっとさ、空気飲んで屁溜めといてさ、いつでも屁出せるようにしとくわ。だみんなもさ、今からさ、おならの音を録音してさ、俺にメールで送ってくれ。え、今日もそれでしようぜ。俺コメント見ねえかんな。みんなも今からさ、おならの音をさ、携帯で録音してさ、俺に送ってくんない？俺もそれでしか今日お前らとコミュニケーション取る気マジでないから。おならの音選手権やろうぜ。一番いいおならが。あの、うんこの音でもいいよ。ブビュー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 ビみたいな。俺今日それ以外で会話するつもりないわ。ビタ1も俺動かねえからな。俺頑固だから。おならの音を送ればいいんだよ。人のおならの音やっぱ聞きてえじゃん。人間誰しも。動物ってやっぱさ、本能でそういうのあるらしいよ。犬とか猫飼ってる人だったらわかると思うけど、初めて会った犬同士って絶対肛門の匂いかけに行くんだよ。動物らしく生きようぜ。着飾ってよ、服とか着ちゃってよ、ピアスとか開けて、髪の毛染めてさ、ワックスで固めて、バカなんじゃねえの。肛門の匂いかけがいいんだよ、一発で。お、メール来た。はえな。ああ、なるほど。すごい長いうんこが出ましたね。うんこのあれが来たわ。ああ、すげえや。これは見せらんねえや。ちょうどいいうんこだわ。60センチぐらいの。いいね。元気出たよ。おめえのうんこのおかげで。くだらねえコメントじゃなくて、うんこで語ってくれ。お、いっぺん来た。聞くわ。ありがとう。やっぱいいよな。チンコとかうんことかが一番面白いや。今のなんて語りかけてきた。うんこちゃんいつも応援してますって。俺にはわかるんだよ。みんなの気持ちが。ちょ、ゴミ捨ててくるわ。お、メール来たわ。タイトル、在日朝鮮人です。もう全部流そう。なるほどな。いいね。今いいコラボレーションだったね。俺のこのなんていうの、雑談をバックにヘをする。最高の一日だな。放送聞きながらするヘが。合わせようぜ。おい、みんなで合わせようぜ。俺がさ、おなら出るとき、あ、みんなおなら出るから、せーので合わせるよっつってさ、あれしようぜ。ヘオフ会しようぜ。ブーっつってみんなでさ、合わせようぜ、そんで。今度そういう大会開くわ。